はい、どうも皆さん、こんにちは。FX 専業トレーダーの翔太です。今回はですね、質問コーナーということでやっていきたいと思うんですけども、今日ですね、DL マーケットの方に、僕宛てにちょっと一通ね、ご質問をいただきまして、で、それに対して先ほど返答したんですけども、皆さんのね、参考にも、なるような、内容だと思ったので、ちょっとこの動画、この動画でちょっとシェアしたいと思います。で、その質問内容というのがこちらなんですけども、ちょっとスクリーンショットで撮っております。で、この質問者のところね、これはちゃんと名前隠しているので、この、質問者の方ですね、ご安心いただけたらと思うんですけども、その質問内容というのはですね、ここですね、これ、はじめましてと、相場について深く学びつつ、より安定して勝つことを目標にしているのですが、この教材を買うか、この教材というのがこれですね、翔太式オリジナルゴルフ稼働トレード必勝法通常版ですね。この翔太式オリジナルゴルフの通常版を買うか、それとも、翔太式6点お得セットっていうね、僕の FX 教材、こういう FX 教材もあるんですけど、この翔太式6点お得セットを買うか迷っていますと。で、翔太さん的には、どちらがおすすめでしょうか、ご回答よろしくお願いしますということで、で、それに対してですね、僕は、このようにね、答えたんですが、ここね、名前書いてるんで、ちょっと隠してるんですけど、はじめましてと、僕オリジナルのボルク稼働について詳しく学びたいということであれば、翔太式オリジナルゴルフ稼働トレード必勝法の通常版をお勧めいたしますと。で、スキャルピング、デイトレード、スイングトレード、その他様々なトレードノウハウだけでなく、メンタルについてもしっかりと、学びたいということでありましたら、翔太式6点お得セットをお勧めしますと、いうふうに書いております。で、ちなみにこの翔太式6点お得セットでも、このオリジナルゴルフ稼働、翔太式オリジナルゴルフ稼働トレード必勝法の、シンプル版の方がついてるんで、翔太式オリジナルゴルフについて学ぶことはできるんですけども、という話なんですね。その内容のそのボリュームと、要は質が違うってことですね。通常版の翔太式オリジナルゴルフ稼働トレード必勝法通常版の方ではしっかりと学べるんです。しっかりと僕オリジナルのゴルフ稼働についてのノウハウが学べると。ただ、翔太式オリジナルゴルフのシンプル版の方だと、そういう応用的なテクニックだったりとか、要はそういった部分をね、もう省いてるんですよね。だから触りというか、学ぶことは、ロジックについてはね、一通りもちろん学べるんですけど、その応用的な部分が抜けてるというところで、そこで随分と違いがあるってことですね。でも一応その翔太式6点お得セットでも、僕オリジナルのボルフ稼働のノウハウは一応学べるって感じですね。なので、この下に書いてあるんですけど、その、僕オリジナルのね、ボルフ稼働に集中して学ぶか、それとも、まんべんなく様々な、トレードノウハウを学ぶか、っていったね、そういった違いだと思いますね。やっぱりどちらもおすすめできるんで、その、どうお返事をね、差し上げるのが、ベストな返答かね、非常に悩みました。悩んだんですけども、その結局ね、
結局そのどっちを購入してもかなりね学びにつながるっていうこと、まあこの点に関してはですね変わりないかなというふうに思いますと。でまあそのご満足いただけるようなお返事ではないかもしれませんが、ぜひご検討くださいというふうにね、まあ僕は返事をねさせていただいたんですけども、だからね結局ね、結局どっち買っても別に学べるんですよね。うん。だからどっち買っても結局そのすごく役に立つという点においては変わりがないので、その極論どっち買ってもいいかなっていうそんな感じなんですけど、まあ、全くまた返答にならないんでね、これだと。だからそのウォルフ波動、昇太式オリジナルウォルフを極めたいのか、それともいろんなノウハウを学びたいか、うん、もうこれかなと、うん、この目的の違いかなっていうね、それですね。うん。だからまあなんだろうな、なんかあんまりその深くね、考えないでほしいというか、迷わないでほしいというか、うん、もうその最初にね、最初に決めた思いっていうのがやっぱりね結構一番大切だったりするんで、人生って、うん、だから最初におこれ買おうと、よしこれ買おうって思った、もうそれでいいんじゃないのかなと。まあこういうのって勢いというか、まあ勢い、なんて言ったらいいのかな。やっぱりね、こう迷っちゃうと結局前に進めないですよね。うん。結局何も行動できずに終わっちゃうので、だからもう直感でね、まあ、今回で言ったら、その、昇太式オリジナルウォルフ波動トレード必勝法通常版。まあ、これにね、まあ、この商品に対して、まあ、ご質問をね、いただいてるという、まあ、こういった現状なので、まあ、おそらく最初、この昇太式オリジナルウォルフの通常版の方に、まず最初、興味が湧いたのかなっていう感じだと思うんですよ。だったら、もう最初にね、こっちに興味湧いたんだから、もうこっちを買えばいいんじゃないのかなって、そういうふうに個人的には思います。うん。僕の考えとしては、最初に決めた考えを優先する。うん。なんかそんなスタイルで、まあ今までね、その FX にしても、まあこれまでの人生の、まあ、いろんな選択肢、ですね、全てにおいての選択肢っていうのを、そういうマインドで僕は今まで貫いてきてるというか、うん、大体結局巡り巡って一番最初に決めていた答えを選んでるなみたいなね、なんか全てにおいてなんかそんな感じがするんで、まあ是非ねご参考いただけたらいいんじゃないのかなと。だからこれも結局なんだろうな、すごくね、こういう直感的な部分とかってやっぱ FX って大切だったりするじゃないですか、トレードにおいても。だからこういう直感的な、要素ですね、うん、これはね本当おろそかにしてほしくないなって思いますね、その今後のまあ、皆さんの人生においてもですね、うん、これやって決めたもの、うん、最初に、決めたその意思というのをね、まあ、大切に、まあ、生きていってほしいなと思います。なんかちょっと FX というか、なんかその人生観についてのまあなんか話になっちゃいましたけども、うん、まあ、そんな感じですね、まあ、ぜひご検討いただけたらと思います。でまあ、ちなみにこの動画の下のね、まあ、概要欄の方に、まあ、僕の、DL マーケットのね、トップページの、リンク貼っときますんで、よければね、そちらから DL マーケットの方にアクセスしていただいて、僕の FX 教材いろいろあるんでね、
まあ、直感でね、これ良さそうだなって思ったものをまあご購入いただけたらと思います。というわけで、翔太でした。ありがとうございました。